前回言った通り、緊急クエストでドドブランゴ出てるんですけど、今回息抜き会ということで、まだムービー見てないね、初見の、レベル2とかのドス系のモンスターですね、主に。にちょっとね、行こうかなと、今回は。まずドスランポスからですね。うわ、このシーン今見たことある。今のなんていうこの滝を背景にドスランポスが叫んでる画像っていうか見たことあるな。何かで見たことある。さあ、この星3で作れる村星3で作れるこの体験だとどのくらい早いのか。そして俺は体験初心者。いや多分ねすぐ終わると思うんだよな、予想。はっ、殴った回数っていうかね、体験の、武器出し行為を当てた回数5回でドスランポス君死にました。え、もしかしてムービーなしかわいそう、ドスゲネポスだけムービーなし。多分2番から4番行けばなんか会えるかなと思って目指してたんだけどまさかの普通にとことこ歩いてきたよこいつ。はい、お、切るんだ今ので。5回殴ったよ。さすがに5回じゃ倒れねえか。次で7。あ、え、なんでドスゲネだけムービーないのえ、こいつのなんか扱いそんな悪いんだ。どうした。でもこいつのねドスゲネポスの牙だっけはね、確か素材でシベリアナの素材なんかに使うはずなんだよな。来航中じゃなかったはずだからなんだ、セカンド G が最新作の当時の現役の時は行商おばあちゃんから確かにドスゲネポスの牙だっけな売ってたんで、それをめちゃくちゃ買った記憶はあるね。あ、武器一筋、打撃武器のみ、地雷矢。いやー、武器一筋だとなんだろうな、大型と小型を狙う確率がね50/50になっちゃうんだよね。その遊撃士だったら小型モンスターがいたらね優先的にその排除してくれるんだよね。小型モンスターが 100% だから。いや、どうしよう、いいんだよな。妥協しようかな。でもとりあえず雇おうか。お、ムービーあるな。うわ、懐かしい、この一瞬ドスガレ視点っぽくなるやつ、このムービー。あ、そしてこう見るとでかいな、ドスガレオスって。おお、相変わらず。そして首の肉質は柔らかいのかな。昔の首の玉の肉質ひどかったからな。うわ、やだ、その魚竜特有のタックル。あ、お前もガレオスみたいな行動取るんだ。動くな。あもうダメだ。12ぐらいにしとくか。いいね、あんま欲張らないことが大事だな。ほい、いやマジで今度こそ試されてる。これは絶対当たるでしょ。さらに投げ払い。お前意外とタフだな。いった、結構食らうな。怒ってるわ。血をペイント当てて。うわー、強くね。俺実はさ、バトルシリーズ頭と胴だか腕をね、その上鎧玉使う手前まで、鎧玉使えるギリギリまで強化した。強い。よっと、あぶねえ。いや俺ね確かに強化してるんだよ。ほらレベル6でしょ、頭の出たレベル6になってるんだよ。なんだけどね普通にダメージいってんだよな、レベル2のモンスターなのに。で音爆弾なくなったらこれだるいやつな。どこだ、10番かな、あ9かな。えそんなエリアで進んの ?597 だって。んあここで寝るんだ、ドスガレオスって。123、おいいやー、この3体の中でドスランポス、ドスギネポス、ドスガレオス、この3体の中だったらまあこいつが一番体力というかあるのかな。まあ逃げ回るっていうのはめんどくさいしな。ドスガレオスからも魚竜の木も出たぞ。これはまずいのではこれはまずいのでは。ちゃんと専用の素材出した方がいいでしょ。多分このサリューの鱗もねガレオスから取れるんだよな。ドスガレオスだからって特別なことは特にないんだな、ムービーくらいかな。まあ、星2のクエストはね多分もうなんかないかな。ドスギエノス、ドスファンゴやってドスラン、クック先生、ババコンがドスゲネ、ドスガレで終わりだから、じゃあ次星3の、今んとこ行ってないモンスターでも行きますか。あゲイリオスアッシュね、ゲイリオスアッシュ行くかとりあえずね。あ、まあ、ガノトトス、あガノトトスもいいね。ガノトトスは今持っているこの雷属性の体験がぶっ刺さるんで、あ先にガノトトス行こうかな。その魚竜種つながりなんかありそうじゃん。ドスガレオスでは当たんなかったタックルがガノトトスだと当たるみたいな。えっのガノトトスしてんだこれ。おおすげえ、下からだこれ。なんか頭だけ出してビームをブレスをなんか左から右だか右から左にピシューって打つんだっけ。うん、合ってた俺のかすかな記憶だけど、やっぱり打つよな。よかったよかった。そうか音爆弾か、音爆弾でもいいのか。おい、めっちゃ優しいこのガノトトス何も言わずとも勝手に出てくれたんだけど。じゃあ見せてくれお前のその悪空間タックルってやつを。俺は一応トライ G のガノトトス亜種、いわゆるなんだっけ、ママトトスか、ママトトスはクリアしたからな。多分頭でいいと思うんだよな。いやー怖え何せタックルが怖えよ。悪空間タックルだからな。どのくらい判定ガバガバなのか、特に怒り状態の時のダメージとかな。あこれ絶対モグレスだ。ええ戻ってきた速攻で。ああやだそれ、え弾かれた。うわすごいな判定。いやブレスで当たっちゃった。え怒り状態じゃなくてこんな食らうのがやべえな。もしかして水耐性低い的な、あマイナス10だわマイナス10だ、そりゃ食らうわ。そろそろ防具買い替え時ねえ、もうこいつクソやなママトトス倒した時ガンランスでやったからさ、一応とっさの時はガードができたけど、なんか体験のガード俺あんま信用してないんだよな正直。あっと切るんだ。なんかこれ怒ってる、いやだおぶねえ。あ怒ってるわ。なになになに、何が来る何が来る、ほいやべあぶねえ。出た出た、名物出ました空間タックル。これ食らったらやばそうだな、体力78割くらい持ってかれそうだもんな。えちょっと弾かれたんだけど、うわーやべえ。いやでも多分今のはちゃんと当たり判定あったな。ここでもう発覚されてんの？なんかこの砂漠の6番でガラトトスってやるのすっげえ久々なんだけど、懐かしいな。あんま広くないんだよなここで。多分ここでやるのってガラトトスくらいなんだよ。いやガンランスとかランスだとな、そのガンランスかな俺が使ってたのは。ガードしながらガード付きでね、足チクチクやって、その昼道っていうか転倒の蓄積値ためのすごい好きなんだよなこの魚粒子とか特に。これにも当たり判定一応あんのかこれ。いややだやだ、ブレイスの時しか攻撃したくねえわマジで。そうそうそう、それでコロリンバットノート。やった、こっち見てこっち見て、オッケーオッケー。プレスプレスプレス、やだ、すっごいやだ。いや外したし、怖え。なんだろう、今まで戦ったモンスターの中で一番ビクビクしてるセカンド G の。うわ足削り、いやぶねえあぶねえ。いや変えるんかい。いやほんと帰るな昔の作品の。トライ C とかトライみたいに水中だったらな、なんだ追っかけられてそのまま水中戦できるんだけどな。水中のガノトトスとかロアルドロスとかも好きなんだよな。もちろんラギアクルスもそうだけど。あいやガノトトスがまさか飛行するとは思わなかったな。これ完全に飛んでるやんお前。魚粒子じゃなくて飛粒子にした方がいいぞ分類。でも初代はあれなんだっけ、飛粒子と同じ扱いなんだっけこいつ。レウスとかときめえななんか走り方きめえなこう見ると。んこいつの鳴き声レウスと一緒じゃない？なんか気のせい？いやレウスと一緒だ地味にレウスと一緒じゃねえか。ただただ時間かかるなこいつ潜ってるから。いやガンナーで来ればよかったか。ガチでこういう時にガンナーがいいなって心の底から思うわ。なんでやねんその尻尾の先端当たり判定強いなあ、強いなあ。終わった、バイバイ。キークイじゃないのにガノトトスが一番強いんだが、いやこれはね当たってないですね本当にしかも死体打ちならぬ死体ビームまでやられるしさ、ガノトトスマジ強い。ということなんでね多分ね動画のほとんどがガノトトス戦だと思うんですけど、最後までご視聴ありがとうございました。